やっと来た。そんなに慌てて何があったんだ？さっきゼロにオムニアム抽出器を借りたんだけど、使い方が全然わからないの。教えてよ。使ったことあるんでしょ？オムニアム抽出器？どうして？私が設計したオムニアム最終ドロイドが廃棄士の襲撃で壊れて、データサンプルが全部消えちゃったのよ。廃棄士の襲撃？保安部は一緒じゃなかったのか？ドロイドの作業エリアでは廃棄種の活動が活発じゃなかったから、保安部の特殊部隊から一人しか派遣されなくて、その人結局ミスっちゃったのよ。はあ、今頃不破崎隊長殿にコテンパンに説教されてるだろうな。だから私たちが直接地上に行ってサンプルを採集しなきゃね。俺も？もうそんな嫌そうな顔しないの。友達同士助け合うのは当然でしょ。それにあの抽出器私には使えないし、万が一壊しでもしたらゼロがなんて言うか。でも二人一緒なら絶対大丈夫。まずは保安部の先のところに行きましょう。あの隊員の子、こっぴどく叱られてなきゃいいけど。自分が何をしたか分かってる？あなたの任務は最終ドロイドを廃棄種から守ること。廃棄種を見つけて戦うことではないわ。私はただその。あなたの任務は？オムニアム最終ドロイドを守ることです。ではドロイドは？破損させました。なぜ任務を遂行できなかったの？予期せぬ敵に遭遇したため対応しなければと。アリス、保安部の特殊部隊隊員としてこれがあなたのやり方なの？予測外の敵に遭遇したらなぜ救援を要請しないの？なぜ仲間に頼らないの？なぜ一人で戦おうとするの？あなたは今まで廃棄種との実戦経験はなかった。何かあったら周りの人がどれほど悲しむか分かっているの？はい、わかりました。データセンターで B 級処分を1回、3日間の謹慎、それに始末書も追加。はい。サキ、あ、セシリー、オムニアム抽出装置は貸してもらえた？ゲットしたわよ。おまけにエクセキューターまで。これから地上でオムニアムのサンプルを採集するんだ。ふ、不破隊長。隊長って呼ばないで。まだ何かあるの？私もセシリーさんたちの任務をサポートしたいのですが。何？挽回したいの？はい、装置を破損させた責任は私にあります。隊長、私にチャンスをください。出発の準備をしてきなさい。はい、不破隊長。だから隊長って呼ばないで。私、任務をうまくやり遂げたら処分は取り消します。でも始末書は別よ。任務から戻ったら必ず書くこと。はい、不破隊長。さっき、彼女に対して厳しすぎるんじゃない？いつもはそこまで厳しくないのに。いくらアリスでもあんな無謀な行動は許されない。私が怒ってるって分からせる必要があるわ。まして今私は彼女の隊長であり、私には隊員の安全を守る責任があるのだから。もうちょっと優しくしてあげようよ。ほら、片目を開けて、片目を閉じる感じで。うん、片目閉じてる？うん、閉じてる。さあ、気持ちは落ち着いた？あれから時間が経ったけれど、彼女を見るたびに鉛を抱えたみたいに心が重くなるわ。でも欲張っちゃダメね。
こうして元気でいてくれてるだけで十分だもの。そうね。それってアリスのこと？私から話すわ。一緒に任務を遂行するならアリスのことを知っておく必要があるわ。ただ秘密にするって約束してほしい。約束するよ。アリスは保安部特殊部隊の前隊長。コードネームは MSEC002。 アリスが？全ての発端は数年前に起きたあの事件よ。当時ミラポリスの防御シールドには弱点があった。その弱点を狙ったアブサントが特殊なエナジー波動でシールドを破壊したの。その日シールドを突破した廃棄種の大群がまさにミラポリスになだれ込む寸前だった。アリスはいち早く現場に駆けつけ、大量の廃棄種相手にたった一人で死闘を繰り広げた。そして何とか部隊が到着するまで持ちこたえたけれど、彼女もまた倒れてしまったの。アリスは私たち全員の英雄よ。あれから防御シールドは完璧に強化されて、もう廃棄種に突破される心配はない。全部彼女のおかげだと言えるわ。アリスの名前は知られていない。人々は彼女を002と呼んでいるから。だけど私は知ってる。だって私たちはいつも一緒だったんだもの。誰もが彼女は死んだと思っていた。回復した彼女が保安部に現れたあの日までは時間が経っていたし、顔つきも随分変わっていたから誰も彼女と分からなかった。でも私には分かった。彼女は紛れもなくアリス隊長だと。サキ。それじゃあ彼女の方もサキを。残念ながら回復した彼女は MSEC002 時代の全ての記憶を失っていた。記憶喪失？そうよ。後から知ったのだけれど、科学技術省は全力で彼女に治療を施し、彼女は奇跡的に一命を取り留めた。彼女が記憶を失った理由はまだ分かっていない。だから彼女の心を守るため、当時のことを本人には絶対に話さないようにとユリン様はおっしゃっているわ。今の彼女は保安部の新人隊員 MSEC2000。 サキ、だけど心配はいらないわ。ちゃんと気持ちを切り替えられるから。セシリーさん、エクセキューター、準備ができました。環境に異常はありません。目標地点の最近の空間変動を調べた限り、廃棄種出現の可能性は高くありません。補給物資も用意しました。万一時空転送装置が故障しても救援隊の到着まで半月は持ちこたえられます。準備万全だね、アリス。当然です。今回の任務失敗は私の責任です。予想外の事態に備えて従前の準備をしておかなければなりません。あまり気にしないで、アリス。気持ちを切り替えて出発しましょう。はい。前に言ったこと忘れないでよね。よろしい。今回のオムニアム採集では、異なる環境下で濃縮されたオムニアムを収集したいから、いろいろな場所に移動するわよ。空気、水質、土壌、動物、植物などもサンプルとして必要になるわ。場所はみんなの通信端末に送信しておいたわ。こんなに多くの場所に。事の大きさが分かったでしょ。私たちまで巻き添えにしてくれちゃって。よく分かりました。ねえ、湖の中心に行ってオムニアムを採集してきてよ。私泳ぎは得意じゃないの。分かった。じゃあよろしくね。なかなかない機会だし、この辺で気晴らし。もとい、環境の調査をしてくるね。セシリーさん、遠くに行かないでください。危険です。はいはい。
なんだろう、急いで様子を見に行こう。セシリーさん、膝をまっすぐ伸ばしてみてください。足がつきませんか？まっすぐ？そう、まっすぐ。今のは水泳の練習。ただ歩くのはつまんないでしょ。新しいスキルの練習よ。今のはセシリー式遊泳法。どう？水泳選手みたいだった？この縁の深さは子供用のプールと同じくらいなので、セシリーさんにはちょうど良いかと。セシリーさん、アンに背が低いと言われてる気が。アリス、地上任務は今回で何回目？2回目です。まだ2回目？はい、1回目は失敗しました。アリス、落ち込むことないって。さきは言葉はきついけど心根は優しいのよ。はい、わかりました。二人とも次に行こう。次は動物関連のサンプルの収集だ。そろそろ次のポイントに行こう。あれ、セシリーさんは？私にも分かりません。セシリーさんは他の場所にサンプルを集めに行くと言ったきり、姿が見えないんです。ついてくるなと念まで押されました。あれ、セシリーさんじゃないか？そのようですね。ちょっと、あんたたち早く助けてよ。やっぱり助けに行こう。セシリーさん、今度は木登りの練習ですか？そうね。それではお邪魔はいたしません。訓練効率を上げたい場合はゴム系の木がおすすめです。摩擦係数が低いので。ちょっと行かないで、早く助けてよ。やっぱり助けに行くか。グースビーストっておとなしくて人懐っこいはず。セシリーさん、まさかグースビーストを怒らせて追いかけ回されたのですか？違う、今回のは全くのアクシデントよ。さあ、植物サンプルの採集に行きましょう。何見てるのよ、行くわよ。残り1箇所か。はあ、どうにか終わりそうね。あとは空気と土壌関連。アリス、終わったら厳しい隊長殿に会えるわよ。確かに隊長は私たちに厳しいですね。同期のみんなは陰で隊長を悪魔と呼んでいます。それになんとなく目をつけられているというか、私にすごく厳しいのです。何か隊長を怒らせるようなことをしたのでしょうか。覚悟はしていたものの、これほど大変だとは思いませんでした。以前よりもはるかに。私昔スケーターを目指していて、厳しいトレーニングをしていたんです。アリス、どうして自分の夢を諦めて保安部に入る道を選んだの？エクセキューター、ほら、あちらを見てください。
何が見えましたか？果てしない砂漠、そこに住む生き物、そしてミラポリス。ミラポリス、不思議な場所ですよね。ベラの人々を生かすため存続している町。この果てしない砂漠の中、進路を見失った船を港へと導く灯台。私はミラポリスをそんな風に思っています。ベラの現実がどれほど残酷でも、ミラポリスがある限り人々には常に心の拠り所がある。いつか明るい未来がやってくるという希望がある。廃棄種の出現は新たな苦しみをもたらしました。ようやく立ち直りかけた日々は打ち砕かれ、人々は大切なものを失いました。それを実感したからこそ、私は保安部に入ろうと決心したのです。好きなことを諦めたのは事実です。ですが、私たちの仕事によってミラポリスの人々が安心して暮らせるなら、それだけの価値があります。でも、迷惑をかけてばかりの私を見捨てずにいてくれて嬉しいです。辛いこともありますが、ちゃんと分かっています。私は幼い頃から戦闘訓練を受けてきた多くの隊員たちとは違います。特殊部隊で一人前の隊員になりたければ、厳しい訓練が必要です。もっと頑張らないといけません。おかげでおバカさんを思い出したわ。おバカさん？そいつも昔は隊長の厳しい訓練に苦労して、保安部なんかやめてやるってよくわめいてた。でも次の日にはちゃんと出勤して新しい訓練を受けていた。心の中は不平不満でいっぱいでも、訓練や任務遂行になるといつも誰よりもうまくこなしてた。あのおバカさんのやり方はその元隊長の影響が大きいわ。その人のこと私は知っていますか？教えてあげない、秘密よ。もしかしたらフワ隊長を本気で怒らせたかもね。さて、先に進みましょう。疲れた。歩き回ってクタクタよ。予想外だったわ。オムニアム採集って時間も労力も半端ないわ。あなたずっとこんなことをやってきたの？そろそろ戻りましょう。私はここで休んでるから、あっちにいるアリスを呼んできて。はあ、疲れた。わかった。綺麗な声。あ、いいえ、そんな。もうすぐ時間だ。帰還の準備をしよう。はい。アリス、さっき歌ってたのはなんて曲？この曲は私のお気に入りなんです。頭の中でよく流れているメロディーです。このメロディーを口ずさむといつも心が落ち着くんです。表情にこのメロディーが響いているとき、私はいつも自信を持って滑らかなステップを踏めるのです。アリス、君はすごいね。いいえ、そんなこと。フワ隊長やエクセキューターと比べたらまだまだです。エクセキューターはご自分をどう思っていますか？俺？出発前にデータを確認させていただきました。素晴らしい実績でした。アーシャのオベリスクを守り、第9地区を救い、他にも
数多くの功績がある。どれ一つとっても称賛に値します。大宮地区はあなたを誇りに思っているでしょう。ミラポリスが素晴らしい貢献をした人を誇りに思うように。この先ミラポリスはこの町を助けに来てくれたエクセキューターを忘れることはないでしょう。私の目標はあなたのような人になることです。どうかしましたか？何か言いたげな顔をしていますが。うん、なんでもない。でも一つとても気がかりなことがあるのです。エクセキューターは自分が記憶を失ったことをどう考えていますか？俺？実は私も似たような状況なのです。俺は、私には過去のある期間の記憶がありません。もやがかかったようで、思い出そうとするたびに頭痛がするんです。何か大きな力が障壁となってそれを妨げるのです。不破隊長も他の皆さんもいつも何かを隠しているような気がします。最初はとても気になっていました。でも今は分かっています。皆さんが黙っているのは私のためなのだと。だからもう気にせずに前を向いて生きていきます。訓練も任務もきちんとやり遂げて理想の人間を目指します。エクセキューター、過去の物語を忘れてしまったなら新しい物語を描けばいいのです。いずれにせよ誰かの記憶には残るでしょう。少なくとも今のあなたは素晴らしい物語を持っている。違いますか？おーい、二人とも、すごく甘い果物を見つけたよ。食べてみてよ。さあ行きましょう。セシリーさんが待っています。わかったよ。本当にありがとう。いいえ、セシリーさん。じゃあね。あ、そうそう、アリス、ドロイドの件は気にしなくていいからね。後で先にもうまく言っておくから。じゃあバイバイ。はい。アリス、グッドタイミングだわ。この後時間ある？あるけど。アレシア、どうしたの？ロシンクのパトロールを代わってほしいの、お願い。ロシンク、でも。おばあちゃんがまた体調を崩しちゃって、急いで家に帰らないといけないの。わかったわ。ありがとう、アリスっていい人ね。 MSEC2004 より MSEC2000 へ任務を移乗します。異常成功。じゃあもう行くね。お礼に今度おごるから。実はロシンクに行くのは初めてなんです。不破隊長からもそちらでの任務を与えられたことはないので、あまり詳しくありません。ロシンクなら行ったことがあるよ。一緒に行こうか？本当ですか？ではお願いします。ロシンクに来たのは初めてです。早く着きすぎたようですね。少し散策してみませんか？そういえば思い出しました。ロシンクの店長エリアには英雄たちの功績を記録した場所があるようです。行ってみませんか？ずっと興味があったんです。
ここに違いないわ。本当にあったわ。ミラポリスに多大な貢献を果たした人々の功績が記録されている。素晴らしい功績ばかり。いつか私もここに記録されることはあるのかしら。保安部最高権限を確認。指が触れた。何が起きたの？データベースを呼び出し、暗号化された非表示データを表示します。これはコードネーム MSEC002 アリス。これは私、私のコードネームはアリス。 MSEC2002000。やはり怒ってしまったか。最悪の事態が。アリスの状況は少々特殊だ。私たちはこれまで彼女の精神に対して実験的な治療を続けてきた。これは彼女の武器と関係がある。武器？そうだ。彼女の武器不滅の翼は大厄災前の最先端技術により使用者の精神力を吸収して武器のエナジーに変換できる。彼女があの戦いの中で生き残れたのもそれが理由だ。あの時防御メカニズムが起動して使用者のアリスを守った。彼女は発見された時バイタルサインが完全に失われた状態だった。誰もがアリスは死んだと思っていたが、不滅の翼のかすかなエナジーサインが生存の可能性を告げていた。絶望的な状況だったが、私たちはイチルの望みにかけることにした。公式記録では保安部特殊部隊隊長 MSEC002 はミラポリス防衛戦において殉職したことになっている。だが私たちは密かに彼女の治療を続けた。その全過程は最重要機密とされている。この状況は治療の見込みが立つまで続き、意識を取り戻したアリスは再び皆の前に立った。アリスが意識を失ったのはなぜでしょうか？わからない。アリスの粘り強い意志がなければ不滅の翼は彼女を生かし続けるのに十分なエナジーを吸収できなかっただろう。しかし逆にそれがアリスが意識を失う原因となったのかもしれない。これまでの情報から推測するに、この機能は使用者の精神力を過剰に消耗させる。今回のこともおそらくあの戦闘でアリスが不滅の翼を使いすぎたことが原因だろう。これは記憶喪失というより精神面の問題だ。今回これほど激しい反応が起きるとは私たちも予想できなかった。彼女は意識を取り戻すのでしょうか？現在彼女の精神波動は非常に乱れていて、それが大脳に影響を及ぼしている。この状態が続けば最悪の事態もあり得る。最悪の事態？今度こそ本当に彼女を失うかもしれない。どうして何とかならないんですか？あの、一つ提案があります。彼女を助けられるかもしれません。聞かせてくれるかな、シャーリーさん。私が理性を失っていた時、アーシャ時空のケイトス島のドクター・クレアが被験者の精神世界にアクセスしていました。あの時私は化け物の叫びに満ちた暗い空間にいました。大声を上げても誰も答えてくれませんでした。化け物たちに襲われながら、私は束の間の安心を得るために周囲を攻撃し続けました。突然真っ暗な空に明るい星が現れ、星の方から
兄の声が聞こえました。シャリ、兄はずっと私の名前を呼んでいました。その時は兄の声だとは分からなかったんです。だけどその声に導かれ、徐々に自分を取り戻すことができました。アーシャ時空のドクター・クレアが精神波動を修復する技術を持っていると。そうです、試してみる価値はありそうだ。ミラポリスはこの町に尽くした人間を決して見捨てたりはしない。大宮地区のオフィサーエルリックに頼んでドクター・クレアに連絡してもらおう。エクセキューター、シャーリーさんと先にドクター・クレアのところへ向かってほしい。準備が整い次第ふわ先にアリスを連れて向かわせる。そこでアリスに精神接続を行ってほしい。わかりました。久しぶりね、おちびちゃん。エルリックから大体聞いたわ。困ったものね。何かあると面倒な頼み事をしてくる。すみません、ドクター・クレア。いずれにせよ救出するのは大物ね。時代遅れだと思っていた私のあれがまた役に立つとは思わなかったわ。まずは準備をしてお客さんたちをお待ちすることにするわ。あらあら、素敵な眠り姫だこと。さてと、眠り姫との接続準備は完了したわ。さあ今度はあなたたちの番よ。以前やったように精神をシステムに接続して、その中でバーチャル世界を構築する。そのバーチャル世界はアリスの精神世界が具現化したものと考えていいわ。彼女がこうなった原因もわかるはずよ。そこにある問題を解決すれば、お友達は元のように回復するわ。でも二人とも準備はいい？博士、すみません、この中で出会うのは MSEC2000 ですか、それとも MSEC002？ ここに現れるのはアリスの精神の深層世界。通常ならアリスの精神が万全の状態で現れるはず。つまりあなたが MSEC002 と呼んでいるものね。わかりました。ドクター・クレア、どうぞ始めてください。では始めましょう。一体どうなってるんだ？あれは廃液種？少し違うわ。廃液種と完全に同じではない。調査が必要ね。状況を調べましょう。そちらの映像信号はもう受け取ったわ。ベラ時空のモンスター興味深いわね。どうやら彼らが眠り姫の苦痛の元凶みたいね。この廃液種もどきが暴れ回ってるせいなのか。ミラポリスから送られてきた資料を調べたわ。これがいわゆるアブサントのテリトリー能力なのね。しかも人の精神に影響を及ぼす能力かもしれない。不滅の翼はアリスの精神力を過度に消耗させ、精神系のアブサントの侵入を許した。そしてアブサントは今もアリスの意識の中に住み着いている。幽体離脱
のような。うん、的確な例えよ。では次は現実の問題。眠り姫の精神世界はこんな苦境にあるの。このままだとアブサントに乗っ取られてしまうわ。乗っ取られる？どういう意味ですか？文字通りの意味よ。今見ている状況は彼女の精神を最も直感的に映し出したもの。モンスターを放置すればアリスが目覚めたとして、その意識を支配するのは誰だと思う？廃棄士はアリスの意識を支配するつもり？その可能性も排除できないわね。そんなことはさせないわ。行くわよ。この部屋からゴミを一掃してアリスを取り戻す。どうやらあれが全ての元凶みたいだ。あの氷の棺の中にいるのはまさか。ええ、おそらくアリスでしょうね。コードネーム MSEC002 のアリス。アブさんとはあの氷の棺を破ろうとしている。だけどここはアリスの心の中。アリスの強い意志が氷の棺となり彼女を守っていて、手出しできない。そうやって均衡状態が生まれた。あなたたちが入るとそのバランスが崩れるかもしれない。ドクタークレア、ドクタークレア。そんな、ドクタークレアとの通信が途切れた。これもアブサントの力なの？気をつけろ、アブサントが動いた。行くわよ、アリスをここから救出する。爪が甘いわよ、サキ。戻ってきた。目覚めたからには全てを終わらせるわ。この精神はアブサントと融合したの。今度こそ本当のお別れ。未来のために進んで。目を覚ました。通信が途絶えたのよ。何か起きたの？
こっちは接続を切ろうかと思ったわ。なるほど、わかったわ。アリス002の精神生命体があなたたちを救い、アブサントを倒した後に消えた。はい。それが何を意味するのかはわからない。でも一ついい知らせがあるわ。モニター上ではアリスの精神波動はほぼ安定してる。もう大丈夫よ。だけど記憶が戻るかどうかは神のみぞ知るね。あら、目が覚めたみたい。ここはどこ？任務は？アリス、隊長？不破隊長、どうしてここに？アリス隊員、アリス隊員、気分はどう？私、私の頭一体何が？物語を見せてくれますか？